シングルバーナーはズバリこれ。みんなで選ぶシングルバーナー総選挙、いよいよ開幕です。どうも、やみつき松本です。ということで、今回は私のチャンネルに登録していただいている5万人以上の方にズバリ聞いてみた、シングルバーナーで一番おすすめのものを教えてくださいというアンケートの集計が出ましたので、皆様に共有していきたいと思います。今回はシングルバーナー総選挙ということで、主に CB 缶を使うシングルバーナーをメインに、皆様にどんなものがおすすめですかという形でアンケートを取らせていただきました。そんな中でたくさんのご応募いただきましたけども、トップ10だけを抽出して皆様にお届けしたいと思います。ランキングで商品をご紹介するだけではなく、皆様からのコメントもご紹介していきますので、シングルバーナー選びに悩んでいる方はこの動画を見るだけで、実際に使っている方のちょっとここだけは気になるところだけど本当におすすめできますのようなリアルな声が聞けると思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただければと思います。またトップ10をご紹介した後にはですね、今回投票いただいた以外の商品でも私の中ですごい気になっている商品がありましたので、今回はね、その中で3品ピックアップして皆様に共有していきたいと思いますので、トップ10が終わった後もお楽しみにしていただければと思います。ということで、早速ではございますが、いってみましょう。2024年シングルバーナー総選挙第10位にランクインしましたのはこちら、岩谷のフォールディングキャンプストーブです。はい、こういった商品で、通常はですね、CB 缶と同等のサイズに収納ができて、通常ガス缶を挿す部分からガチャンガチャンとギミックのように出てきて、加工が展開できるような結構新しい商品になります。持ち運びがコンパクトにできるという点と、まあ、このギミック感がすごく人気の理由なのかなと思いますけども、撮影現在ではですね、 34% オフのセールがかかっておりますので、欲しかった方はね、こちらチェックしてみていただければと思いますけども、この商品もどんなところが気に入っているのかなどね、コメントいただいている部分を読み上げさせていただければと思います。波平さんですね、シングルバーナーにはない安定感安心感ということでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ、通常足を展開するだけのシングルバーナーに比べてだいぶ安定感はあるかなというのは見て取れますが、私これ実物見たことがなくてですね、ちょっと気になっているんですけども、持っている方いらっしゃいましたら今回の動画のコメントにもいただければと思います。さすがに軽量派のキャンパーにはちょっと重いかなという側面はありますが、安定感の割にはコンパクトに持ち運べるという点と、このギミック感ですね、人気の理由なのかなとも思いますので、気になる方はですね、今回ご紹介する商品すべて概要欄にリンク貼っておりますので、よろしければ動画見終わった後チェックしてみてください。ということで、10位にランクインしましたのはフォールディングキャンプストーブでした。そして続きまして第9位いってみましょう。第9位にランクインしましたのはこちら、キャプテンスタックのシングルバーナーです。もうこの辺になってると使ってるよという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。結構王道のシングルバーナーかなとも思いますが、あのキャプテンスタックが出しているシングルバーナーが9位にランクインしております。結構ごとくの部分も広く取られているというところと、火のね、口の部分も大きく取られているので、ここですね、出力2400キロカロリーアワーということで書いてありますけども、火力がね、比較的強いのも特徴になっております。価格的にも4200円ということで5000円を切ってくる価格で販売されておりますので、さすがキャプテンスタックというところで、初心者から上級者まで使えるシングルバーナーかなと思います。この辺もコメント読ませていただきたいと思います。ボンクラさんですね、初めて買ったバーナーやし、それしか持ってないんで、あと火力もあって340の高いやつを買うんだったらこちらを、ただコンパクトにならないし拡張アイテムがないということでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ、どうしても5000円オーバーのシングルバーナーが多い中で5000円以下で買えるというところが一つのポイントと、それから初めて買ってずっと使っているという方もいらっしゃるように、耐久性もバッチリという部分もあると思います。まあ、その代わりですね、外のバーナーのように拡張アイテムがないというところと、あとね、コンパクトにならないというところを実際に使用した上で気になるところとして挙げていただいてますね。ありがとうございます。というところで、まあ、この辺もね、使っている方いらっしゃるかもしれないですけども、まあ、収納ケースはね、一応ついてますよという形になっておりますが、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。そして続きまして、第8位にランクインした商品一緒に見ていきましょう。こちら、スノーピークのホーム&キャンプバーナーです。
これ実は私ね、発売日に買おうと思っていたんですけど、発売後すぐ売り切れてしまって買えなかったという経緯があります。まあこちらも10位にご紹介した岩谷のフォールディングキャンプストーブと一緒で、まあこんな感じがガチャンと展開するんですけども、こちらスノーピークの商品で、こちらも CB 缶サイズに持ち運べるんですが、こんな感じで中にバーナー部分が隠れているので、ガチャンガチャンと取り出してこんな感じに展開できるという商品になります。ちょっとねお値段の方はお高めなんですけども、やっぱりねしっかりしているという部分とスノーピークブランドということもあって人気の商品だということですね。まあ先ほど見ていたのはステッカー付きの価格で表示されておりましたけども、今単品だけで見るとマイナス 30% ということでセールかかってますね。1万円切ってますね。9572円ということです。まあ、通常のカセットコンロを使うよりはコンパクトに持ち運べるし、シングルバーナー的な側面もあるということで、まあいいとこ取りのね商品なのかなと思いますが、こちらも実際にいただいたコメントを読んでみたいと思います。通天パパさんですね。コンパクトに折りたため、大きな鍋やダッチを使用しても安定している剛性感がいいということでいただいております。ありがとうございます。やっぱりそこですね。まあコンパクトに持ち運べてダイナミックに使えると点がやっぱり人気なのかなというところもありますし、私が欲しかった理由としてもねそこですよね。ただ重量としてはここにある通り 1.4 キロということでやや重めではあるので、まあ UL キャンパーの方とかはねもちろんこれは選択しないとは思うんですけども、まあ車で行く方であれば重くてもコンパクトな方がいいという選択肢であれば、こういったねスノーピークのホーム&キャンプバーナーは人気になってくるのかなと思いますし、五徳の部分とかもね比較的まあしっかり取られておりますので、ちょっと大きめのね鍋とかも使えるのかなというところで、安定感というところが人気の理由なのかなとも思います。ということで第8位にランクインしましたのはスノーピークのホーム&キャンプバーナーでした。そしてどんどん行ってみましょう。第7位にランクインしましたのはこちら、岩谷のマイクロキャンプストーブです。これも使ってる方多いんじゃないでしょうか。岩谷のマイクロキャンプストーブ、こういった感じで CB 缶の横に取り付けるタイプのものですね。まあちっちゃい収納袋等もついているということで、この辺はなんとなく見たことあるよという方も多いと思います。で重量が 186g というところ、それからサイズ感という意味でもですね結構コンパクトに持ち運べるというところもポイントなんじゃないでしょうか。この辺も実際に使っている方のコメントいただいております。じゅんじゅんさんですね。外だとかぶりまくるのと、 Amazon で安売りしていたので買いました。メカメカしてかっこいいし、使いやすいし、コンパクトだし、岩谷品質なので使いまくりですということでコメントいただいております。ありがとうございます。まあ岩谷っていうだけでちょっと安心感ありますよね。まあそれに加えてコンパクト、さらにこのビジュアルですよね。このメカメカしさはなかなかかっこいいですね。で価格的にも5000円以下で買えるという部分もありますので、まあコメントでもいただいた通り結構外製品使っている方が多いかなと思いますので、外製品で被りたくない方はねこちらもおすすめなのかなと思います。こんなの知らなかったという方はねぜひ概要欄からリンクの方で詳細チェックしてみていただければと思います。ということで第7位にランクインしましたのは岩谷のマイクロキャンプストーブでした。そして第6位いってみましょう。第6位にランクインしましたのはこちら、こちらも岩谷です。タフマルです。以前の私の動画でもタフマルジュニアの動画を出しましたけども、今回ランクインしているこの6位のものは通常のタフマルになっております。タフマルジュニアとの違いはね大きさと火力という形になりますけども、通常でしたらですねこの岩谷の方が火力も大きいですし使いやすいかなという側面はあります。で形質付きになっておりまして、まあいわゆるカセットコンロのような形状ですけども、ご家庭でも使ってキャンプでも使っているという方は少なくないんじゃないでしょうか。このねタフマルの五徳部分の風防ですね、風に強いところとか、まあ結構しっかりしているというところがねアウトドア向きでもありますので、そういったところが選ばれている理由なのかなとも思いますが、実際に使っている方のコメントを言ってみましょう。ソロキャンさんですね。シングルバーナーも持っているが車でのオートキャンプならこれが一番おすすめ。安定感、耐荷重、風防ユニット、扱いやすさ、どれも見逃せないメリットです。輻射熱も長時間使わなければ全く気になりません。デメリットは大きさと重さゆえに徒歩キャンプなどには向かないことと価格ぐらい、ということでコメントいただいております。ありが
とうございます。まあおっしゃる通りですね。大きさ的にはさすがに徒歩キャンでこれをリュックに入れて持ってくとかはねちょっと大きすぎるかなとは思いますが、車とかで行かれるキャンプであれば全然問題ないですし、さらに言うともう名前通り本当にタフに使えるというところが個人的にもおすすめの理由なのかなと思いますので、カセットコンロ特有のこのノブを回して点火する方式とかも通常のシングルバーナーのようにこうガスが出てイグナイターでカチッと点火するみたいなねデリケートなことはなくね、家庭用のコンロと同じように使えるという部分もポイントなのかなと思いますので、ぜひそういったところが気になっている方はですねこれを機にチェックしてみるといいと思います。ということで6位にランクインしましたのは岩谷のカセットコンロタフマルでした。そして折り返し地点です。第5位いってみましょう。第5位にランクインしましたのはこちら、ソトの ST340 です。ソト製品ねいっぱいあってネーミングだけでピンとこないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、こちらの340は310の後継機として出されたタイプのものです。なので見た目は ST の310にすごく似ているんですけども、このね火が出る部分が結構大きく取られているのがポイントで火力も大きくなっております。でこのソト製品のバーナーたくさんあるんですけども、レギュレーターが搭載されているということで、まあ簡単に言ってしまうと外気温に影響されにくくて安定した火力を維持できるシステムだと思ってください。でこの ST の340にはそれが搭載されているということで、多少寒いところとかでも安定した火力が得られるというのが特徴です。それと ST310 の後継機ということでしたけども、直径 6.6 センチになった加工部分によって、まあ、火力も強くなりましたし、使用可能な鍋の底の径も大きくなったということで、ソロだけじゃなくて中型の調理器具での調理ができるようになったというのがポイントになっております。それだけ進化したんですけども、本体重量は 360g ということで、この足をね折りたたむことによってコンパクトに持ち運べるという特徴は変わっておりません。その代わり単価がちょっと上がっているということで、現在ではまあセールかかってますけども、通常9000円ぐらいということと、現在セールかかって7000円ぐらいで購入できるようになってます。こちらもコメント言ってみましょう。トトトさんですね。いろんなメーカーを見て散々悩んでこれにしましたが、コスパとサイズと火力も文句なし。ごとく部分が丸棒なので調理器具が滑りやすいけど、なんだかんだ一度も落ちたことはないので特に問題ありません。手のひらサイズにコンパクトに畳めるし、ダイヤルなどカスタムして自分流にカスタムできるのも二重丸ということでコメントいただいてます。ありがとうございます。まあ私も340が発売する時点で310を購入したんですけども、340も310もコンパクトに畳めるとかね、そういった特徴はどちらも同じですし、さらに言うと足の部分にシリコンチューブをつけるですとかね、この手の形特有のカスタム方法みたいなものが本当にいろいろな媒体で落ちてますので、カスタムもしやすいというところもメリットの一つだよというところで教えていただきました。ありがとうございます。ということで第5位にランクインしましたのはソトの ST340 でした。さあここから上位に行きましょう。第4位にランクインした商品はこちらです。岩谷のジュニアコンパクトバーナーです。ここで出てきますか。Amazon 的にはベストセラー1位を獲得しているのがこの岩谷のジュニアコンパクトバーナー。もちろん使ってる方も多いんじゃないでしょうか。持ち運びはですね、この独特なレトロ感あるプラスチックの入れ物にこんな感じで入れていて、もう展開するだけですぐ CB 缶に接続して火がつけられますよということで、これはもうロングセラー商品ですよね。価格的にも4200円ということで手に取りやすいですし、まあ初めてのバーナーこれを選んだよという方も少なくないはずです。個人的にはこれ結構トップの方に来るかなと思いましたけども、今回はね十分上位ではあるんですけども4位という結果になりました。こちらもコメントをいただいてますので読ませていただきます。サカッキーさんですね。中華製シングルバーナーと岩谷のジュニアコンパクトバーナー、ソトの ST330 の順番に購入。中華バーナーは1年半で壊れ、ST330 は火力調整が難しい。結局ジュニアコンパクトバーナーをメインで使ってます。良い点は名前の通りコンパクト収納、クッカーにも入るし小さい収納袋と CB 缶と一緒にできるところ、初心者でも使いやすい、火力もありアフターパーツもたくさんあるのでカスタムできるということでコメントいただいております。ありがとうございます。
まあ本当その通りですよね。もうここまで言っていただけると何も言うことがないんですけども、これに関してはどんな方にでもおすすめできる商品かなと今でも思っておりますし、私の周りでもね結構使ってる方多いですので、初めてのバーナー選びお悩みの方はこの辺手に取りやすいところから始めるっていうのももちろん OK ですし、初めて買ってもですね長く使える製品だと思いますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。さて、いよいよやってきましたトップ3の発表です。このグラフを見ていただければ分かる通り、緑色までがトップ3ですので、緑色まででもう6割以上の割合を占めるぐらい1、2、3位に票が集まっております。皆様想像できておりますでしょうか。ということで行ってみましょう。2024年シングルバーナー総選挙栄えある第3位はこちら、岩谷のタフマルジュニアです。これは私も愛用しております。まあ、通常ね1万円ということでしたが、最近ではね6000円台で購入できることも多くなってきました。まあ、ホームセンターでも買えるので結構馴染み深い製品かなと思いますし、持ってるよという方も少なくないかなと思います。少し前に見ていただいた岩谷の通常のタフマルよりもサイズ感が 60% に抑えられてますよという製品になっておりまして、かなりコンパクトに持ち運べるようになったというのが特徴になっております。その割にですね、タフマル独自のこの五徳ですね、二重風防がついていて風に強くて重いものもある程度こなせるというこの万能な五徳がついているという特徴はそのままにコンパクトサイズになっているので、主にまあ家庭でもちょっと使いたいけどどっちかというとアウトドアで使いたいよという方に人気なのかなと思っております。この辺に関しては私過去動画の方で先日出した、カスタム5選ということで、僕が考える最強のタフマルジュニアのようなものを個人的に作り上げましたので、100円ショップでできるカスタムなどもありますので、ぜひそちらの方も動画見ていただければと思いますけども、今回のこのタフマルジュニアトップ3ということで私も納得の仕上がりでございます。トップ3に関してはコメント2件読ませていただきます。まずスカイリムハイジンさんですね。風に強い、乱雑に扱っても壊れない、耐荷重が10キロとかなりある、専用ケース付きで持ち運びが楽ということでコメントをいただいております。もう名前通りなんですよね。本当に風に強くて耐荷重も強いのでタフなんですよ。その割にジュニアということでサイズ感はジュニアなんで、これは本当に使いやすいと思います。ありがとうございます。そしてもう一件、ロケットさんですね。家庭用コンロと同じ感覚で使え、火力調整も容易で安定感もある、家族みんなで使えるということでコメントいただいてます。ありがとうございます。先ほどタフマルの時も言いましたけども、通常のシングルバーナーだとガスをね解放してガスが出た音を確認してイグナイターをカチッと押して着火という感じになりますけども、このタフマルシリーズに関しては点火ノブを一番右にひねっていただくとカチッということで勝手に点火ができますので、そういった意味ではファミリーキャンプとかでも家庭用のコンロと同じような使い方でお子さんとかでも簡単に使えるというのが個人的にはすごく大きなメリットかなと思います。でファミリーキャンプで使えるのに、さらにソロキャンプにも使えるサイズ感ということで、特にキャンプ道具買うのなんか後ろめたいんだよねというお父さんいらっしゃいましたら、これはもうねファミリーキャンプ用に買うんだということで買っていただければソロキャンプにもね流用できるかなと思いますけども、とにかく使い勝手のいい製品かなと思いますので、気になっている方はぜひこれを機に概要欄の方からチェックしてみてください。ということで第3位にランクインしましたのはタフマルジュニアでした。そしてそして第2位いってみましょう。ちょっとこっから予想できないんじゃないでしょうか。第2位にランクインしましたのはこちら、ソトの ST330 です。こちらですね、商品330でピンときていなかった方、分離式のこのバーナーになります。あ、これかと思って納得している方も今たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ通常1万円以上で売られていることが多かったんですが、最近はセールかかってきてですね8000円台ということで今 Amazon でも売られておりますので、気になる方はねチェックしてみていただければと思うんですけども、今までご紹介してきたシングルバーナーというと CB 缶に直接つないでつけるタイプ、もしくはカセットコンロという形状だったと思うんですけども、今回の製品はホースがついていて CB 缶からちょっと距離があるところで火がつけられるというのが特徴になります。この分離型のバーナーに関しては CB 缶に熱が伝わりにくいということで、例えばマルチグリドルのような大きいクッカーを使うときに、通常のシングルバーナーだとちょっと CB 缶の上までクッカーがかかっちゃうので爆発しそうで怖いよねというところを解決してくれるような商品になっております。でこの ST の330に関してもレギュレーター搭載モデルということで、外気温に左右されにくくて安定した火力を維持できるような外独自のシステムがついております。で使用可能な鍋底
底の径もですね結構大きめなものが使えますし、五徳もしっかりしているということでダッチオーブンもいけますよということで書いてありますね。なのでホース付きで安心して使えるし、なおかつ重いものを乗せても大丈夫ということで結構人気の商品なんじゃないかなと思います。早速ですがコメントを言ってみたいと思います。ショートゥーさんでいいのかな。輻射熱から距離を取れる安心感です。ヒーターアタッチメントを使用してもガス管はテーブルの外に置いておけますし、調理後のバーナー本体への油はねの処理も楽ですね。難点とするなら収納時にホースが邪魔で他の製品よりスマートにしまえないことですかね、ということでコメントをいただいております。ありがとうございます。まあこういった実際に使用してちょっとここは気になるなみたいなね、今回で言うとホースがちょっと邪魔だなとかね、そういったところは本当に生の意見で嬉しいですよね。でやっぱり安心感ですね。このホースがついていることによって CB 管に熱が加わりにくいという部分は分離式ならではの特徴かなと思いますので、そういったところが気に入っているというところと、あと調理後のバーナー本体への油はねの処理が楽というところで、これは盲点でしたね。本当に使っている方ならではのコメントありがとうございます。そしてもう一件いってみましょう。ウィンドさんですね。コンパクト性は少し劣りますが、分離式のため輻射熱の心配がないのはグッドということでコメントいただいてます。ありがとうございます。ということで、まあホースがある分ですね、ちょっとコンパクト性には欠けるというのが共通のコメントだったかなと思いますが、まあその分ですね、分離式という安心感が得られるというところと、ある程度重いものも乗せられるというところで人気の秘密なのかなとも思いますね。はい、ということで第2位にランクインしましたのはソトの ST330 でした。もうここまで来るとなんとなくピンときている方もいらっしゃるかもしれませんので、早速ですが行ってみましょう。2024年シングルバーナー総選挙 CB 缶編第1位にランクインしましたのはこちら、ソトの ST310 です。これはね、私も持っていてずっと使ってます。もう名機と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ソトの ST310、まあ、コンパクトに運べてなおかつ使いやすい、さらにこのちょっと虫っぽい見た目もう最高に気に入って私も使っております。でこちらもレギュレーター搭載モデルということで、人気の商品なんてなんとなく見たことあるよという方はねかなり多いかなと思います。私自身もね長年使っておりますので、そういった感想も踏まえて皆様のコメントも見ていきたいと思います。まずですね、ペロさん、ソロキャンプに興味を持ち始めた頃に最初に買ったキャンプギアが ST310 です。ナイスチョイスですね。折りたたみでコンパクトになり4年ほど使い続けていますが、壊れることなく使えています。興味がある方や初心者のか宗教上の理由が特にない方はおすすめです、ということでコメントいただいております。ありがとうございます。4年使い続けているということで、ずっと使ってるよという方は少なくないと思いますね。はい、まあ本当にどなたにでもおすすめしたくなるようなギアですよね、こちらはね。はい、続きましてデロリマンさんですね。ありがとうございます。点火スイッチや風防、五徳のシリコンなどカスタマイズは必須となりますが、そうすることで愛着が湧いてきます、ということでコメントいただいてます。ありがとうございます。そう、この ST-310 に関しては、私だとここのね、足の部分にシリコンチューブをつけて、まあここの足ね結構熱くなるので、そういったところを防ぐというところ、かつ滑り止めという点ですね。あとこのね点火のところが、このね奥のところにボタンがついていて、このノブをひねってガスが出たのを確認したら奥に手を入れてこのボタンを押すみたいな感じで、ちょっとここはめんどくさいので、私の場合は点火ノブをねカスタムとしてつけてますね。あとは私の場合だとここの加工の部分の周りに100円ショップダイソーで買えるクッキーのね型を入れて風防代わりにして使っているということで、まあ、今ね挙げたのは一例ではございますが、 ST310 はもう本当にいろいろな方が使っていらっしゃるので、 YouTube ですとかブログ記事などでですねカスタムの例がたくさん載せられております。そういった意味で、まあ、ちょっと使いにくいと思った部分もカスタムでなんとかできるというカスタム例が世に溢れておりますので、カスタマイズ性が高いというところ、それからカスタマイズすることで愛が深まりますよということでコメントもいただいております。ありがとうございます。やっぱねこの辺は人気なんですね。うん、この辺は納得の1位だと思います。ということで今回のシングルバーナー総選挙第1位にランクインしましたのはこちら、ソトの ST310 でした。
このランク見て皆様いかがだったでしょうか。なんとなくね、納得の上位というところと、あとね、あ、こんな製品もあったんだと少しでもね思っていただければ幸いですけども、さてここからはですね、やみつき的に今回投票いただいた製品で個人的にね気になっていたものが少しありましたので、今回3品ピックアップしてお届けしたいと思います。まずはねこちらなんですよね。正確にはシングルバーナーではないんですけども、外の ST340 にキャンピングムーンのガスホースを取り付けて使ってますという方がいらっしゃいましたのでご紹介いたします。コメントですね。分離式で使えてガス管を輻射熱から妨げて長時間調理でき便利ですということです。なので、まあ、通常の、ね、シングルバーナーですと管との距離がどうしても近いので、そういったところで大きいねマルチグリドルとかのクッカーを使うと熱が心配という話をさっきしましたけども、こういったアイテムを使うことでちょっと距離が保てるという部分でご紹介いただきました。これは確かにありかもしれませんね。まあ、こういう感じですよね。こういうシングルバーナー特有のねデメリットをこういった互換アイテムで工夫して使ってますよというコメントもいただきましたね。ありがとうございます。それからこちらですね、皆さん知ってました？チャッカマンのコンロがあるんですよ。私知らなかったんでちょっと気になりますけども、このチャッカマンのコンロもここの五徳部分見ていただくと結構反り立っているので風には相当強いんだろうなという印象は受けますね。なおかつ他の人と被りにくいというところはあるかなと思いますね。専用ケース付きで CB 缶の収納袋もついているという感じになっております。こちらもコメントをいただいております。アヘアヘさんですね。風丸に似た感じ、価格は5000円ぐらいでしたということで、おそらくこれかなと思いますけども、こういった製品あるんですね。ありがとうございます。まあ、チャッカマンのコンロ持ってるっていうとなんか惹かれますよね。あ、そんなのあったんだってなんか話題になりそうな気がするので個人的にすごく気になってます。そして最後ですね、まあ、これはコメントでもいろいろいただいてますし、この動画を出すタイミングがねちょうど被ってしまったというところはありますけども、新商品ですね、外の ST の350、こちらが出ております。足がですねガバガバっと前に2本出るだけになっておりまして、軽量に持ち運べるというところで本体重量は約 135g となっておりますね。でそんな中でもですね、外独自のマイクロレギュレーターは搭載しているということで、寒いところでも行けるというところと、足が少なくなったので超コンパクトに持ち運べるというところで個人的にも気になっております。で私ですね ST の310をずっと使っているという話をしましたけども、 ST の310がですね最近ねちょっとガス漏れっぽいんですよね。ガスを入れてひねってもシューという音がちょっとしている気がして、ちょっと怖くて使えていなくてどうしようかなと思っているところにこの商品が発売ということでしたので、手に入ったらちょっと買いたいかなと思うんですが、ひょいっと買えるわけではないので Amazon とかちょっと指を加えて見ていたら今ねもう品切れ中になっておりますので、同じようにねちょっと買おうか悩んでたけど今回買えなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、外の製品ですのでね間違いなく入荷はしてくるかなと思いますので、焦らない方はですね転売とかに手を出さないようにちょっと入荷を待ってですね購入できればなというところだけ言わせていただきますが、これはねもう今期最注目商品といっても過言ではないと思いますので、私の方からもねちょっと気になってますということでご紹介させていただきました。はい、ということで2020年シングルバーナー総選挙をお送りしてきましたけども、いかがだったでしょうか。まあいろいろな製品出てきましたし、いろいろなねお声が実際に聞けるというのはすごく個人的にも嬉しいので、今後もねこういった企画どんどんやっていきたいと思いますので、もしねこの動画ここまで見てくださった方はですね、今回シングルバーナーで、前回はテーブルとアウトドアチェアということで3回目になるんですけども、この選挙やってほしいみたいなねお声がありましたら、ぜひねコメント欄に残していっていただければと思います。今後もねこういったアンケートやっていきますので、コメント読ませていただくかもしれませんので、よろしければそちらの方にもご協力いただければと思います。ということで今後もキャンプ道具選びにお悩みの方の悩みを解決できるような動画を発信していければと思っておりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。以上やみつき松本でした。じゃあね。